はい、おはようございます。ミサトオーストリッチファームコニタンです。はい、4月の17日かな18日、はい、日付ちょっと曖昧ですけど、朝の見回りやっていきます。はい、どうしようかな。じゃあおじいちゃんだって挨拶しに行くのかな。よし、はい、おはようみんな。はい、この間まで社員旅行に行っておりまして、毎日の見回りのね投稿が滞ってしまったわけなんですけど、また今回からちゃんとしっかりやっていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、相変わらずダチョウくんたちは元気なんですね。嬉しい限り。はい、日当たりも良好でなかなか過ごしやすい陽気なんじゃないでしょうか。はい、気温もしっかりしてます。おはようございます。はい、おじいちゃんに挨拶も済ませまして、もう一方のおじいちゃんの方行ってみましょうか。はい、自転車が走るとすぐに寄ってきちゃうひなどりくんたちです。はい、ね、何にも動じない子も中にはいるんですけど、やっぱりダチョウは団体行動の動物なので、一匹が動くとみんな動くと。はい、レッドネックくんですね。ダチョウの種類にもいろいろあって、凶暴なやつはレッドネックっていう種類らしいですよ。はい、おはよう。はい、おはよう。はい、踊っちゃわない。はい、残念だ。はい、こんな感じでダチョウも今日も朝の見回り、こんな感じでやっていきました。皆さん、チャンネル登録と高評価の方お願いします。今後もミサトオーストリッチファームのダチョウについていろいろ発信していくので、ぜひよろしくお願いします。以上、朝の見回りコニタンからでした。バイバイ。